ロサンゼルスチャージャーズ、ロサンゼルスチャージャーズ、略称、ラックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロサンゼルス郊外カーソンに、本拠地を置く、NFL チーム、AFC 西地区に所属している。スーパーボールには、第29回に出場しているが、優勝経験はない。AFL 所属の1961年から2016年までの、間は、 同じカリフォルニア州のサンディエゴを本拠地として、サンディエゴチャージャーズ、略称 SD と名乗っていた。1959年に NFL に対抗して結成された AFL のオリジナルメンバーとして、ロサンゼルスチャージャーズが誕生した。オーナーは、ヒルトンホテルの創始者、コンラット・ヒルトンの息子のバロン・ヒルトン。1961年に、 サンディエゴの新聞社の編集長だったジャック・マーフィーがチームを誘致し、チームはサンディエゴに移転した。チャージャーズ最初のスター選手は WR のランス・アルワースで11年間のキャリアで、彼は543回のパスレシーブで1266ヤードを稼いだ。またプロフットボール記録となる96試合連続パスキャッチの記録も残した。 AFL 時代の10年間は当時パスオフェンスの権威であったシド・ギルマンがヘッドコーチであり、アルワース、ポールロー、キース・リンカーン、ジョン・ヘイドルラによる強力なオフェンスで地区優勝6回、1963年にはボストン・ペートリオッツを51から10で破り、AFL チャンピオンになった。ディフェンスも優れており、1961年には49インターセプトを記録するとともに、 新人でのアール・フェイソンは AFL 最優秀新人選手に選ばれた。ディフェンスラインのフェイソン、アーニー・ラット、あとにプロレスラーらはフィアサム・フォーサムと呼ばれるようになった最初のユニットとなった。1966年にヒルトンオーナーは友人クラインやサム・シュルマンに引きられたオーナーグループにチームを売却した。1969年9月29日に 行われた第3回スーパーボールチャンピオンになったニューヨークジェッツ戦ではサンディエゴスタジアムに54,042人が詰めかけた。1969年シーズン終了後、健康を理由にギルマンヘッドコーチが退任し、ゼネラルマネージャーに就任、アシスタントコーチだったチャーリー・ウォーラーが公認のヘッドコーチに就任した。AFL での10年間中5回プレイオフに進出し、 AFL チャンピオンシップゲームに4回出場を果たした。1970年、AFL と NFL が統合されるとチームは、AFC 西地区に所属することとなったが1960年代の栄光を支えた選手の多くは引退したり、移籍してチームは低迷した。ディーコン、ジョーンズ、ジョニー・ユナイタスなどの獲得もあったが、彼らは、 全世紀を過ぎており1970年から1978年までチームは地区3位と4位を行ったり来たりするありさまであった。1978年9月10日には地元サンディエゴでホーリーローラーと呼ばれているチャージャーズファンにはイマキュレイトディセプションと呼ばれているプレイの結果オークランドレイダーズに敗れた。このプレイではチャージャーズのウッディーローが QB サックスン前にケンステーブラーがファンブル、それをリカバーしようとした RB の P とバナザがこれを弾き最後はデイブ・キャスパーがエンドゾーン方向にボールを弾いた後確保しタッチダウンが認められたがチャージャーズファンにはインコンプリートパスまたはインテンショナルグラウディングでありその後のバナザック・キャスパーのプレーもペナルティとするべきだったと考えられている このシーズン終了後に前半及び後半の2、ミニッツウォーニング以降にファンブルしたボールを前進させることができるのは、最初にファンブルした選手のみとし、別のオフェンス選手がリカバーした場合は、ファンブルのあった地点にボールを戻すこととするルール改正が行われた。1979年はチームにとって天気となった。この年、 ダン・ファウツは NFL 記録となる4試合連続300ヤード以上のパスを投げた。ドン・コリエル、エア・コリエルと呼ばれたヘッドコーチの指揮下、ファウツはタイトエンドのケレン・ウィンズロー、WR のジョン・ジェファーソン、チャーリー・ジョイナーらにパスを投げ続け14年ぶりにプレーオフ進出を果たした。12月17日に行われたデンバーブロンコス戦を17から7で制して、 AFC 西地区優勝を果たした。プレーオフ初戦でヒューストン・オイラーズに14から17で敗れたが、GM のジョン・サンダースは NFL のエククティブ・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。またシーズン終了後のプロボールのハーフタイムの際に、ロン・ミックスが AFL 出身の選手として史上二人目となるプロフットボール殿堂入りすることが発された。1980年、チームはトレードで、 RB チャックマンシーを獲得、ニューヨークジャイアンツ戦で、ファウツはチーム記録となる444ヤードを投げて44から7で勝利した。またレギュラーシーズン最終節の、ピッツバーグスティーラーズ戦では26から17と、勝利し、11勝5敗で2年連続地区優勝を、果たした。この年ジェファーソンが1340ヤード、ウィンズローが1290ヤード、 ジョイナーが1132ヤードをレシーブで獲得し、1シーズンに同一チームから1000ヤード以上レシーブで獲得した、選手が3人で最初の記録となった。ディフェンスも NFL トップの60サックを相手 QB に浴びせ、組のフレッド・ディーン、ゲイリー・ジョンソン、ルーイ・ケルチャーに加えて、リロイ・ジョーンズを加えたフロットラインは、ブルース・ブラザーズをもじって、ブルーズ・ブラザーズと呼ばれた。 チームは、バッファロービルズを20から14で破ったが、オークランドレーダーズに27から34で破れ、第15回スーパーボール出場を逃した。1981年、チームは10勝6敗で3年連続の地区優勝を決めた。ジョン・ジェファーソンが契約に不満を持ちホールドアウトしたため、グリーンベイ・パッカーズにトレードし、代わりに、ウェス・チャンドラーが起用された。また同じく、 フレッド・ディーンもサンフランシスコ・フォーティナイナーズにトレードされた。ディーンはこの年11試合の出場ながら UPI 通信が選ぶ最優秀守備選手となり、フォーティナイナーズは第16回スーパーボールを制した一方、チャージャーズのディフェンスは弱体した。1981年、1982年とチームのパス攻撃は NFL トップであった。 1981年、ダンファウツは当時 NFL 記録となった4802ヤードを投げて33タッチダウンを上げた。マイアミオレンジボールで行われた最高気温29.4度となったプレーオフでマイアミドルフィンズと対戦した。この試合は、両軍合計79得点、トータル獲得ヤード合計1036ヤード、トータルパス獲得ヤード809ヤードなどの プレーオフ記録が生まれた。チームは24から0と一時大量リードしたが、追いつかれ、最後は、オーバータイムに、ドルフ・ベナーシクの29ヤードの G が決まり41から38でチャージャーズが勝利した。翌週シンシナティで行われた、AFC チャンピオンシップゲームは、フリーザーボールと呼ばれるようになり、NFL 史上でも、最も過酷な試合の一つとなった。氷点下度、 体感温度は氷点下51度の条件となった試合は一時開催地の変更話も出るほどであり、選手が怪我した場合に複雑骨折してしまうのではという懸念もされた。この試合で7から27で破れシーズンを終えた。ストライキで短縮された1982年シーズンもファウツはパスで平均320ヤード以上を獲得した。この年チームは 前年のスーパーボールに出場した両チームとの試合で、いずれもファウツが400ヤー以上を投げて、サンフランシスコーティナイナーズを41から37、シンシナティベンガルズを50から34で破った。このベンガルズとのマンデーナイトフットボールでは、ウェスチャンドラーが10回のレシーブで、当時の MN 回記録となる260ヤードを獲得するなど、チームはパスで501ヤード、 ランで175ヤード、合計661ヤードを獲得した。この記録は2009年シーズン終了時点でも NFL 記録として残っている。また WR のウェス・チャンドラーはレシーブで1試合平均129ヤードを獲得したが、これも NFL 記録として残っている。チームはプレイオフ初戦でピッツバーグスティーラーズを破ったが、マイアミドルフィンズ23から34で、 破れシーズンを終えた。その後チームは1983年から1991年まで9年連続でプレーオフを逃した。1983年のドラフトでチームは一巡指名権を3つ持っており、ニューイングランドペイトリオッツからマイク・ヘインズとのトレード話があったがチームはこれを拒否。この時指名されたゲイリー・アンダーソンはユスフルに行ってしまい。 チームに加入したのは1985年であった。1988年にアンダーソンは1119ヤードを走り、1回あたり5.0ヤードを獲得したが、1989年開幕前、ゴールドアウトし、チームはタンパベイバッカニアーズに彼をトレードした。1983年10月31日の ワシントン・レトス・キンズとのマンデー・ナイト・フットボールで、エド・ルーサーが6インターセプトを起死し、24から27で敗れた。1984年に、チームオーナーのクラインは、チームを売却しようとベテラン選手を放出した。同年8月1日、アレックス・スパノスが、チームの経営権の97%を獲得した。この年ベナーシクが、ミラーマン・オブ・ザイヤーを獲得。 チャーリー・ジョイナーはピッツバーグ・スティーラーズ戦で通算650キャッチの記録を達成した。1985年にはガードのエド・ホワイトが通算241試合出場となり、オフェンシブ・ラインマンとしては新記録を達成した。また小柄なライオネル・ジェームスはリターン、ラン、レシーブで2535ヤードの NFL 記録を樹立した。 1986年シーズン途中で、コリエルヘッドコーチは辞任、アルソン・ダースが公認となった。1987年、チームは8勝を7敗で終え、1982年以来の勝ち越しとなったが、6連敗も経験した。1988年、15シーズンのキャリアで7つの NFL 記録、42のクラブ記録、 NFL 歴代2位のパス獲得43,040ヤードの記録を残してファウツが引退した。彼の背番号14は永久欠番となった。1989年に元チャージャーズの QB でアトランタファルコンズでもヘッドコーチを務めたダンヘニングがヘッドコーチに就任した。この年カンザスシティチーフス戦では新人 RB マリオン・バッツが クラブ記録となる39回のボールキャリーで176ヤードを走る活躍を見せて20から13で勝利した。1990年にボビー・ベサードがゼネラルマネージャーに就任した。1992年にヘッドコーチにボビー・ロスが就任、ワシントン・レッド・スキンズからキュービ b ースタン・ハンフリーズを獲得した。この年チームは 開幕から4連敗したが残り12試合で11勝を挙げて地区優勝を果たした。プレーオフでもチーフスを17から0と完封したがマイアミドルフィンズに完封負けしてシーズンを終えた。1993年チームは8勝8敗で地区4位に終わった。1994年ジュニア聖王、ルーベン、デイビス、ショーン・リー。 デズリー・オニールらに率いられたディフェンス、ハンフリーズ、ネートロン・ミーンズ、トニー・マーティンらの活躍で開幕からの6連勝を含む11勝5敗でシーズンを終えた。シアトル・シー・ホークス戦ではハンフリーズからマーティンへの NFL 大記録となる99ヤードの TD パスも決まった。プレーオフでドルフィンズを22から21、スティーラーズを17から13で破り、 第29回スーパーボール出場を果たし、サンフランシスコフォーティナイナーズと対戦したが26から49で敗れた。1995年、チームは5連勝もあり9勝7敗で、プレーオフ出場を果たしたが、インディアナポリス・コルツに20から35で敗れた。1996年、ロドニー・カルバーが、バリュージェット航空592便墜落事故で、亡くなった。 この11ヶ月前にはデビッド・グリグスが交通事故で亡くなっておりチームとしては現役のまま亡くなった2目の選手となった1997年ロスヘッドコーチはベッサード GM と対立し解任されケビン・ギルブライドが新ヘッドコーチとなりチームはこれまでのロスコーチのボールコントロールオフェンスからギルブライド校のパス中心のオフェンスを目指すこととなったチームはこの年 NFL 最低の17タッチダウンパスしか上げられなかった。そのため1998年のドラフトでは、ドラフト全体3位指名権を持っていたが、ベートン・マニング、ライアン・リーフのいずれかを獲得しようとボビー・ベサードは、アリゾナ・カージナルスの持つ、全体指名権と、全体3位指名権、ドラフト2巡指名権、1999年のドラフト1巡指名権、 プロボールに3回選ばれているリターナーのエリック・メト・カーフなどをトレードした。その結果、チームはライアン・リーフを獲得した。リーフは1983年のジョン・エルウェイ以来となる開幕から2連勝した。しかし翌週のカンザス・シティ・チーフス戦でリーフはパス15本中わずか本地か成功できず3ファンブルでボールを失うなど、7試合でチームは6敗するなど、過去22年間で、 NFL 最低の QB レーティングに終わった。また、シーズン途中にギルブライドは解任され、ジューン・ジョーンズが暫定ヘッドコーチに就任した。このシーズン終了後、ジョーンズコーチはハワイ大学に就任するため去り、オレゴン州立大学のマイク・ライリーが新ヘッドコーチとなった。1999年には、 ボルチモア・レイブンズからトレードでジム・ハーボーがチームに加わり先発 QB となった。2000年4月ベサード GM は引退2001年1月元バッファロー・ビルズの GM ジョン・バトラーが公認となった。1996年から2003年まで8年連続でチームは勝ち越すことができなかった。2001年元ワシントン・レッド・スキンズのヘッドコーチ ノーブ・ターナーがオフェンスコーディネーターに就任した。チームはフリーエージェントのダグ・フルーティを獲得、ドラフト全体1位指名権をアトランタ・ファルコンズに同年の全体5位指名権などとトレードし、この時全体1番で指名されたのがマイケル・ビック。1巡目でラダニアン・トム・リンソン、2巡目でドリュー・ブリーズを獲得した。2002年からライリーに代わり、 クリーブランド・ブラウンズ、カンザス・シティ・チーフスなどを何度もプレーオフに導いたマーティ・ショッテンハイマーが新ヘッドコーチに就任した。この年チーム史上初めて開幕から4連勝した。2003年4月、9ヶ月ガンと闘病生活を送ったバトラー GM は死去し、後任に彼の親友でもあった A.J. スミス、バッファロー・ビルズのスーパーボール出場に共に貢献した。 が就任した。この年12回プロボールに選ばれたジュニア世王をマイアミドルフィンズにトレードした。トムリンソンが1645ヤードを走り、同一シーズンに1000ヤードラッシャー、100キャッチをした最初の選手となった。前年の勝敗が他の2チームと並び NFL 最低であったチームは2004年のドラフト全単1位指名権を獲得し、 イーライ・マニングの獲得を目指したがマニングは入団を拒否、同年指名を受けたフィリップ・リバースらとのトレードが成立した。リバースは契約が難航し、トレーニングキャンプをホールドアウト、ブリーズが先発 QB となった。チームは12勝4敗でプレーオフに出場したが、ルーキーキッカーのネート・ケディングの40ヤードの FG 失敗もありニューヨーク・ジェッツに17から20で敗れた。 この年ショッテンハイマーは最優秀コーチに選ばれた。2005年のドラフトで前年のイーライ・マニングをトレードした見返りに得たドラフト権でショーン・メリマンを獲得した。彼は最優秀守備新人選手に選ばれるとともにプロボールに選出された。この年タイトエンドのアントニオ・ゲイツが開幕から2試合ホールドアウトした。またトム・リンソンはこの年途中まで18試合連続で タッチダウンを決めた。インディアナポリスコルツ戦では、第3球までで16から0とリードした後、17点取られて、逆転を許したが26から17と再逆転し、コルツの開幕からの連勝を13で止めた。この年契約の切れたブリーズは、ニューオーリンズセインツへ去った。2006年シーズン、トムリンソンが NFL トップの1815ヤードを走るとともに、 NFL 新記録となる31タッチダウンを挙げて、チームは14勝2敗の成績を挙げたが、プレーオフ初戦で、ニューイングランドをペトリオッツに敗れた。オフシーズンには、オフェンスコーディネーターのキャム・キャメロンが、マイアミドルフィンズのヘッドコーチに、ディフェンスコーディネーターのウェイド・フィリップは、ダラス・カウボーイズのヘッドコーチに就任、マーティ・ショッテンファイマーヘッドコーチは解任されて、ノーブ・ターナーが公認となった。 2007年シーズン開幕から1勝3敗と出遅れたがシーズン最後の6試合を全勝し11勝5敗で地区優勝を果たしプレイオフ出場を果たした第10週のインディアナポリスコルツ戦でペイトン・マニングから6インターセプトを奪いプレイオフでのコルツとの再戦も勝利したが AFC チャンピオンシップゲームでニューイングランドをペトリオッツに敗れた2008年シーズンは ラダニアントムリンソンの不調もあり、シーズン序盤で遅れた。4勝8敗から4連勝、最終節で、同地区のデンバーブロンコスを52から21で破り1985年のクリーブランドブラウン以来8勝8敗ながら、地区優勝を果たし、プレーオフでも23から17で、インディアナポリスコルツを破る番ル・ワセを演じたが、ピッツバーグスティーラーズに24から35で、 破れシーズンを終えた。オフシーズンには残留を望むトムリンソンの放出も匂わせていたが、彼がチームに残留することについて合意に達した。2009年チームは2勝3敗と出遅れ、同地区のデンバーブロンコスは開幕から6連勝した。大方の予想では、ブロンコスの地区優勝は確定で、チャージャーズはワイルドカード争いに加われるかで会うという見方となり、ファンの中には、 ターナーヘッドコーチの解任を求める声も上がった。この年チームはトムリンソンに頼らず、リバースのパス攻撃を重視するようになった。リバースは4254ヤードを投げて28、タッチダウン、9インターセプトの好成績を残して、q b レーティングでは、ドリューブリーズ、ブレットファーブに次いで NFL3 位となった。チームは、 シーズン最後の11試合を連勝で終えて1972年から1976年のオークランドレーダーズ以来となる4年連続地区優勝を果たした。この年まででチームは12月の試合で18、連勝年1970年から1974年のマイアメドルフィンズが11月の試合で作った連勝記録に並んだ。プレーオフ第2シードを獲得したが、 ニューヨークジェッツに14から17で敗れシーズンを終えた。2010年、チームはトムリンソンを解雇、その後彼はニューヨークジェッツと契約した。2011年、開幕から5試合で4勝1敗と、好スタートを切ったが、その後6連敗を喫した。この間リバースは多くのインターセプトを喫した。WR ・マルコム・フロイドの復帰後、チームは連勝を見せたものの、 最終的に8勝8敗で、プレーオフを逃した。2012年、第6週のデンバーブロンコス戦では、前半を24から0で折り返したが、後半35点を練習され、24から35と、逆転負けを喫した。第12週のボルチモア・レイブンズ戦では3点リード、した第49周版、第4ダウン29ヤードまで相手を追い詰めながら、 レイライスに29ヤードを走られて、ファーストダウンを更新され、その後同点 FG が決められ、オーバータイムの末敗れた。7勝9敗でシーズンを終えた後、ノーブターナーヘッドコーチと AJ、スミス GM は解任された。2013年1月15日、デンバーブロンコスのオフェンスコーディネーター、マイク・マッコイが、新ヘッドコーチに就任することが発表された。2015年、 四勝十二敗と大きく負け越しシーズンを終えた。この年、チームは、レーダーズと共同で、ロサンゼルス再移転の申請をしていたが、二千十六年一月十二日のオーナー会議で否決され、ラムズのロサンゼルスへの移転が承認された。その承認決議では、チャージャーズに対して、ラムズとのスタジアム共用でのロサンゼルス移転を、受け入れるか否かの選択権を与えるとの条件が、 不され、チームは1年以内にサンディエゴに残留するかまたはロサンゼルスへ移転するかを選択することとなった。2016年も引き続き地区再開となり、プレーオフを逃した。2017年1月1日、マッコイに代わって、バッファロービルズの前オフェンスコーディネーターであった、アンソニー・イリンの新ヘッドコーチ就任を発表した。同年1月12日、 2017年シーズンから57年ぶりにロサンゼルスへ再移転し、ハリウッドパーク競馬場跡地に建設予定の新スタジアム、ロサンゼルススタジアムアート、ハリウッドパークが関するまでは、カリフォルニア州立大学、ドミンゲスヒルズ校のスタブハブセンターを仮拠点とすることを発表した。移転に関しては、ロサンゼルスにおいても反発も見られた。暫定使用のスタブハブセンターは、 NFL の最低条件の収容人数である5万人を下回る3万人しか収容できないが最初のホームゲームではチケットを売りさばけず2万5千人しか観客を集められなかったこの不人気を見て NFL はチャージャースをサンディエゴに戻すことを考慮していると報じられた2017年は最終戦までプレイオフ進出の可能性を残したが結局は叶わなかった 2018年にオーナーのアレックス・スパノスが死去し、社長を務めていた息子のディーンが公認となった。2018年シーズンにはワイルドカードでプレイオフに進出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。